皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、久しぶりに皆さんご存知の、坂本しおりプロをゲストに迎えましてね、はい、坂本しおりプロ、それから石原プロ、投球していただいたボールなんですけども、ロトグリップの新しい、まあ新しいって言ってもどっちかというと久しぶりというのが合ってるんでしょうなと、トップウィーナーというボールなんですけども、まあトップウィーナーっていうボールそのものっていうのは、まあロトでも中間帯のボールを意識して VTC っていう素材を使ってるんですけども、まあ、この素材的にも中間からちょっと下、まあ、パールの素材が入ってるボールなんですけども、どちらかって言ったら坂本プロのレイアウト、まあ私が見る感じではちょっと直線が長いふうなレイアウトなのかなと。で、石原プロのレイアウト、玉なりに一番強いというレイアウトで、今日投球していただいたコンディション、まあミディアムぐらいのコンディションだったのかなというふうに思うんですが、ここ立花ボールさんで投球した感じのウッドのなんで、まあちょっと皆さん、合成と比べるとちょっと遅く感じるのかなっていうふうに思ってたんですが、今日投げてみた感想は坂本プロどんなイメージですか？はい、思ったよりも、はい、もっと走るかなと思ったんですけど、うん、しっかりと走って切れる感じがあって、すごく扱いやすくもあり、うん、そして走りすぎないので、うん、はい、すごくピン飛びも思ったより全然いいなと思いました。まあ、このコアそのものが、まあ、フィリップブロック、まあ、ロトグリップって結構上下バランスが同じような素材を使うんですが、この種類になるといわゆるフリップブロックがついてる、まあ、そういう影響もあってやっぱりこう先での曲がりっていうかね、キレが明確だったのかなと、はい、石原プロはどんなイメージを持ちました？まあそうですね、この辺のシリーズって、うん、まあ、逆に言うとなんか久々というか、そうですね、あまりなかったところなんで、はい、まあ、そういう面ではやっぱり先の動きっていうのがね、うん、まあ、今日ビデオ見ていただいてもやっぱりスムーズに、うん、先のバックエンド出てたような気がしますし、そう考えると、そうですね、タイプ的にはやっぱりちょっとシニアとか女性とかっていう、まあまあ、回転力があんまりない方の方が合うのかなっていうような感じはしましたけど。ちょっと笑って申し訳ない、回転がない方って言われて、なんか坂本プロのちょっとなんかあれかなと思って今すごい目合いましたよね、思わず合っちゃって。まあでも確かにすごく扱いやすくて、なんか使えますね、すごい使えます。強調して言ったわけじゃない。僕も含めて今すぐタイプ。でも確かにそういう意味じゃ、このシリーズというよりウィナーそのもののベース、まあ、それからこういった類型のボールってやっぱり直線が稼げる、まあ、ただね、これよく直線的に走って切れますよって坂本プロもおっしゃってたんですけど、はい、いや実は曲がるじゃないかっていうよくね言われるんですね、こういうのね。でこういうボールってやっぱりどちらかというと速いコンディションよりちょっと遅いコンディション、それとか、まあ、インサイドよりちょっとアウトサイドっていうところで使うんで、遅いところにオイルがないところに出そうと思うと結構やっぱ曲がりが大きくもう出るんで、まあ、そういった意味じゃビデオの中ではなるべく直線を稼いでもらったような、まあ、投球ラインをしてもらったんですけども、まあ、そういった意味じゃこう2通りに、まあ、どちらかというとね、正直言ってインサイドっていうよりはやっぱり今石原プロが言うアウトサイドで、まあ、インサイドになかなか入る人で回転が少ない人っていないんで、まあ、そういった意味では回転が少ないという言い方が適切だったのか分かんないですけども、まあ、外目から行っていった方も非常に楽にポケットに集められるっていうのがやっぱり坂本プロなんかもね感じたことだったんじゃないかなというふうに思いますよね。
まず坂本プロ、はい、これ坂本プロの普段のトーナメントのラインナップだと思うんですが、はい、今日のトップウィナーはどの位置に、はい、私はやっぱり一番下に持っていきたいなと思います。はい、わかりました。続いて石原プロ、はい、まあ、シリーズって言っても、はい、ほとんどシリーズが先ほど言ったように久しぶりなんで、はい、まあ、最近のボールを並べていただいたんですけれども、はい、今日のトップウィナーはどの位置に、はい、ここで下ってことですね。はい、はい、わかりました。皆さんいろいろやっぱり坂本プロには聞きたいことがあるんじゃないかなと思うんですけど、何ですか、まあ、坂本プロにね、はい、正直言ってボールのことをいろいろ聞いても、まあ、それは後ほどの石原プロの方がいいのかなと思う点があるんで、はい、ん、まあ、最近の例えば、坂本プロもいろいろチャレンジ行かれたり、はい、まあ、ボールの選び方だとか、はい、ライン取りだとかのもちょっと聞きたいなとこういうのがあるんですが、はい、坂本プロってのはもともとどちらかといったら直進が強い、うん、まあ、曲げるっていうよりは、まあ、こう直線力でっていう形になってくると思うんですけど、こういうトップウィナーの使い方っていうのは、まあ、先ほど言うとおっしゃってもらったように直線力でね、外から行くような形だと思うんですが、うん、はい、まあ、坂本プロだったらこういうやっぱりコンディションで私はこれ投げるねってなった場合はどうなりますか。そうですね、やっぱり、うん、なんか結構メリハリがあるレースで、外が本当になんていうんですか、すごい入ってきてる時とかは使いたいなと思いますね。まあ、はっきりしてるっていう、はっきりしてる例の時、ね、早いとこと遅いとこが、はい、そうですそうです。まあ、これね、やっぱりちょっと曇らせてもいいぐらいなんですね。やっぱりはっきりしてるコンディション用って、まあ、失敗が非常にズレが大きいところもあるんで、まあ、もし坂本プロであればね、トーナメントで使うんであればそういう方法もあるかなと、まあ、それと視聴者の方で、まあ、中級ボーラーっていう言い方変なんですけど、安いから悪いって感じでは全然なくて、まあ、安いっていうのはなぜかっていうと、作りがやっぱり高いボールって2つも3つも手間がかかってるんですけど、まあ、こういうのって結構簡単に作ってるところがあるんですが、まあ、ロッドグリップもね、そう、もうこの手では手抜かないんで、まあ、価格以上にね、坂本プロも投げていただくと、はい、良さが分かってくるかなと。いや、すごいいいと思います。で、石原プロには専門的に逆に聞きたいなと思うんですけど、専門的にっていうより最近ロッドグリップの、まあ、さっきのボードじゃないですけど、まあ、なかなかこう下のラインっていうのかな、まあ、ストームでもそうなんですけど、意外にこういうのを見てるお客さんで、下のラインって、いや俺もう全然眼中ないよねと、使わないよね、使い方も分かんないよねと、まあ、例えばアストロフィジックス投げてる人が使うかって言ったらなかなか使わないよねって思うんですけど、石原プロなんかは、まあ、いろんなテストをしてる中で、まあ、こういうボールもやっぱこういうの持ってるといいんだよねって、なんかおすすめできるね、タイプだとか、こういう場面の時にはこういうボールをおすすめなんだよ実はみたいなね、ところがもしあるとしたら。そうですね、まあ、いろんなボーラーに、まあ、合う合わないってことはないとは思うんですけど、はい、やっぱりどっちかっていうと、やっぱりアウトサイドを投げる系統のボーラーさん、はいはいはい、まあ、例えばアストロフィジックを持ってたとしても、はい、あんまりアングル的に変えたくないんだよなとか、うん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 、やっぱりちょっと外にこだわって投げたいんだよなっていうボーラーさんには、こういう、まあ、ボールダウン少し下げていって使い方をしていただくと非常に扱いやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。なるほどね。変に例えばアングルを変えてっていうのは、もっとやっぱり普段、デイリーメンテで投げてる人はそんなに極端にしないと思うんですよね。もしそれで、まあ、上のボールで合わなければ、これボールを落としていって、うんうんうん、でこういうボールの系統にして同じようなアングルからアウトサイドを投げるとか、そういう使い方の方が、うん、一般っていうか、普段ハウスコンディションで、うん、あんまり四つのセンターあんまり行かないよとか、うん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 、でもセンターでも遅い
コンディションの時にあったりするんであれば、はい、まあ、そういう変え方をしていくと一番、自分のスタイルを変えないでボールを変えていくっていうのも一つの方法なのかなと。なるほどね。まあ、そういった意味で先ほど私も言ったんですけど、価格っていうのにこだわるよりは、まあ何をしたいかっていうね、まああなた例えばどこ投げますかとか、まあインサイドなかなか入るっていうのはなかなか難しいから、まあそこでっていうようなところを強調していった方がやっぱりプロショップの方もね売りやすいでしょうし、ボーラーも色分けがこうできるのかなと、よく分かりやすくなると思うんですよ、うん、その方がね、なるほどね、そういう使い方の方が。なるほどね。まあ本当そういった意味じゃ、まあ皆さんぜひね、安いから高いからってね、まあ高いのを私たち売りたいのは間違いないんですけど、まああの高いのと安いのの差がっていうのはパフォーマンスでは少ないところもあるんで、まあそういった意味じゃぜひね、あの試していただければなというふうに思います。本当に今日は長い時間お疲れさんでございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。